はい。あ、そうですか。あのですね、ちょっと今もうイギリス大使館終わってですね、もうそちらに向かって移動しているところでして、で、あの、どうしても受けていただくのは今日じゃないと、もう、あの、イギリス本国での女性総監の、決定というのがもう明日下ってしまいますので、どうしても、あの、受けるだけでも今日受けていただきたいんですけれども、はい。あとですね、あの、今回その中心でなっているヒロセとともに2人でお伺いできればと思っております。はい、アナー、ライブドはとりあえず西洋局で受けるっていうのは決まったんだけど、なんか上の方と相談してるらしくて、まだ受ける時間が決まらないんですよ。だからとりあえず外務省の前まで行って、はい、また連絡するのを待ちましょう。ありがとうございます。この辺いつでもなんか物々しいよね。うん、でも俺一回何にもないときにここを車で走ってて、あの首都高がどこか分かんなくて、あの道迷って議事堂の前にいるおまわりさんに聞いたことありました。すいません、分かんないんですけど、チャレンジャーの、そう教えてくれて、こう、ね、でもその時よりもやっぱ今日すごいですけどね。うん、本当警察の方全然違います。はい、何中央されません、大丈夫ですか。じゃあ、つなちゃんいるよ。じゃあ、あれ持った？持ってて、借りてて、はい、で、ホソミンにメールして、それをどうやって。ありがとうございます。はい、じゃあ、メールマークがあるでしょ。はい、じゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。報告しますと、外務省の欧州局の西欧課の、課長補佐と、西欧課の首席事務官とお会いしてきました。で、要請書を渡してきて、とりあえず、事実関係について、まあ、イギリス政府から公式に、ね、日本政府には今のところ何の情報もないので、とりあえずこういう申し入れがあったということを、イギリス大使館の方に、まあ、紹介をしてみました。事実関係も含めて、細かいところがわからないので、それと、まあ、イギリスも人権理事国ですからというのと、まあ、その中でちゃんと法のプロセスとか、そういうその難民に関しての法律があるので、まあ、この個人との関係がどうなっているのかも含めて、とりあえずこの辺は確認してみたいと思いますと。ただなんか今日はイギリスの休日らしくて、うん、っていうようなことは言っておられます。はい、とりあえずこのように中を通してから、すぐに日本政府としてどうこうという話ではないですが、とりあえずこういう申し出があったので、まあ、その件に関しては、まあ、紹介してみますねみたいな感じですね。28日までに動いてくれるんですか、うん、ということを一応聞いたんですけど、うん、その休みの話が出ていたので、うん、今何かこうできるっていうふうにお約束はできないっていうふうな言い方をされてます。まあ、最初にイギリス大使館に行ってるんで、イギリス大使館の方はイギリスに多分動いているだろうということは、うん、ということでした。はい、お疲れ様でございました。皆様お疲れ様でした。